はい、それでは今回も番長と和弓の大冒険実況プレイやっていきたいと思います。と早速テンション上げていきながら、まずは第3のステージの封印を解除しないといけないんです。よいしょーと、ここですね。はい、一度にはめ込んだジグソーを戻したいときは C 下ボタンを押してください。ジグソーパネルが一旦完成してしまうともう外すことはできません。あ、そう、一度に全てのジグソーをはめたいときは Z ボタンを押してください。最初から押してるんだけどな。はい、というわけで3つ目のステージですね。さあ、番長と和弓の大冒険第2のトラウマ、クランカーの洞窟来ましたよ。このゲームはトラウマ量産機とも言われてるんでね、あちこちでトラウマトラウマと言いますが、まあご了承ください。実際怖いからね。よいしょ。まあちょっと魔女の砦もちょっと探索しながらですかねと思ったら来ちゃったよ。まあいっか。さあ、とりあえずこのスイッチを押しまして、クランカーの洞窟への道をオープンしまさせて、よいしょ。でここのも押し、押せてないよ、押して向こう側をオープンさせて、あ、ちょっとクランカーの洞窟はちょっと待ってもらって、先にこの先に行こう。よいしょよいしょ。そうそう、ブレンチルダちょっと今回スルーします。ブレンチルダはスルーしていく方向でまずはね。あー、でもどうしようかな、ブレンチルダ話そうかな、話した方が面白いもんな。ブレンチルダの話面白いからな。グランチルダは服の下にガチガチのガードルを履いているのよ。ガードルってよくわかんないんだけどな。きっとお前ら叩かれて逃げて帰るに決まってる。あ、そう、グランチルダはジャレーヌという名前の犬も飼ってるの、うん、別に悪くないんじゃない。ジャレーヌってまあネーミングセンスはまあ知らん。グランチルダはなんとグラちゃん&モンスターズというバンドでボーカルをしているのよ。すごい音痴よ。別にバンドするのは自由じゃないかなと。グランチルダをフォローしにかかっちゃってるだけ。よいしょ。じゃあこの奥の、この奥なんだったかな、この奥なんだっけ、あ、ここがあれだ、第4のステージのあれだったかな。あ、そう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 、まあはめちゃいます。はい、それでは第4のステージ、ブクゲコ沼の解除したところで、まあそれじゃあクランカー行きましょう。さあ行くぞ、いやー、でこのステージはな、普通に難しいってのもあるけどびっくりするんだよな。よいしょ。まあこいつらはバイトして、よいしょ。僕は無敵の金の羽、モグラのボトルズさんが詳しく知ってるよ。そうだね。あ、しまった、始末だなとこれし、危ない。あ、ちょ、それはないって、もう近くで殴っちゃうとダメだな。さあ、こんなね、地上で苦労してるわけにはいかない。ちょっと覚えてないっていうのもあるから、ちょっと確認してがてら行ってきますが、
大事、羽大事。で、こいつはちょっと残しておく。せーほら、よし、それじゃあさあ、こっからだぞ、こっからだぞ、こっからだぞ。ちょっともう構えるよ俺、難しくなるんだから。何が難しいって、水の中の操作ってのはそもそも難しいってのがあるんですが、そんな操作をね相当回数させられるからね。はやして、私はクランカーです。ここにつら怖いんだよこいつが。こんなに汚れた水は嫌いなんです。綺麗な空気が欲しい。すごいよね、機械のクジラ、クジラかな。ちょ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 、こういうことしてたら死ぬからね。さあ、それじゃあまあ早速ですが、クランカーを助けないことには始まらないんでね、このステージ。ちょっとまあ命かけていきましょう。ちょっと浮上し直し、潜り直し、場所を間違えた。もっとね、近いところから馬に潜る。よし、行くぞ、行け、頑張れ魔女。螺旋潜りだ、頑張れ。さあ、どこだっけ。ちょっと視点早く切り替わってほしいな。視点早く切り替わってくんねえかな。音符とか尋常とかいるけどね。とりあえずバブルスどこ。あ、やばい、これはやばいよ。あれを回さなきゃいけないんだけど、まずちょっと音符とね、音符とあの泡魚、あ、いた、泡魚くん助けて。やばい、あ、もうこれは終わったかもしれない。さようなら万丈。水中操作厳しいんだよな。ちょっと戻します。つれーな、ここはやっぱりつらい。しようかな、とりあえず泡補充が地味に難しいからな。目的を絞っていこうか。まあ基本だ、目的を絞る。でまず歯車どこ、あった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 。見えない。よし、で急いで上に戻るぞ。早くしてください、クランカー浮上しましてジグソーが出ます。で急いで上に行く。いや、いけるかな、これ間に合わなかったら泡も考慮しなきゃいけない。間に合うかな、あ、やばいかもしれない。頑張れ万丈、頑張れ。おお、いけた。
よし、もう一回。いや、息が詰まる。息が詰まるよ。今度はジグソーじゃなくて音符と。いや、単純に視点が悪いってのもあるよ。今度はちょっと音符とね、音符と音符と尋常を助けて速攻戻る。いけ、よし。で、一回上戻るぞ。上戻るぞ。一回戻るぞ。間に合うか分かんねえけど、一回戻る。もうぐだってもいい、ぐだってもいいから確実に取り行こう。いやー、頑張れ頑張れ、バンジョー頑張れ。お前ならいける、お前なら届く。いやー、あー、もう一回息が詰まるよ。バブルスを取りに行ってるとね、逆に危ないんだよね。とりあえず例の私の水中技術じゃ足り辛いものがある。よいしょ。今度はこれを反対に行けばいい。オッケー。だだ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 だ。よし、浮上。ついでに泡立て。おし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 。これで確実に戻れるぞ。いやー、怖いわ。もうここがクランカーの洞窟一番難しいところです。もう。ああ、よし、それじゃあ、まあ、片っ端からやっていこう。よいしょ。音符をね、このステージからはもう音符を最後にまとめていってもいいかもしれないんだよね。よいしょ。何やってんだい。やあ、クランカー、前の目は怖いんだ。かわいい、怖いんだ。かわ怖い。こわかわいいか。いやー、まあ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 、まずは1個、まずは1個。じゃんじゃん。おかげ先輩。まあ落ちてもいいけど。それじゃあどうしようかな。まあ片っ端からやっていくもんで。違う。この辺ちょっと視界が悪いやん。いいね、いいね。で、センター。あ、もう2発ぐらいいる。卵狙うの難しいんだって。てか今そもそも当たるとこそにいないか。もう一回。あー、くそ、下手くそだな。よし、こっちの痛みは取れました。 OK。 金歯取るっていうね。金歯なのかな。まあいい願望感取って、で反対側だな。違う、何やってんの。潜る必要ないから。今は潜らないから。中を全部先に済ましてからって方が安全だけどね。いや、ちょっと視点直して、この位置から前段外れてるよ。位置調整が難しいんだよね。て、オッケー、こっち。はい、ダンダッダッダンダンダン。あなたせんべい。オッケー。痛い。まあ、それずるいわ。粉砕。まあ、音符取って。音符を取って。じゃあ、こん中攻めるかじゃ。いやー、怖い。
なんだっけ、なんとかウィップなんとか。いてて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 、ちょっと後ろ向かんといて。あれに当たっちゃいけないよな。よし、それじゃあこれやろう。タイムアタックだ。ゴー。どこだっけ、どこだっけ。45秒。意外とシビアなんだよな。チャ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 。あ、もうこれは厳しいかもしれないぞ。残り20秒超しかないからな。そいそい、頑張れ、あと10秒ちょいだ。まだ、あ、そうか、水位が上がってか、そうか。よいしょ、まあまあ取れたでいいや。ちょっと、よいしょ、取れた。ダランダダンダン。それでそっからどうしたらよかったっけ。上に道あるんだけどな。確か入り口が違った気がする。あ、そうか、空飛ぶやつがあるな。じゃあこれ空飛んで、これ確か上行っちゃうよな。上行っちゃうと確かあのスポーンってなってるやつに行くから、じゃあな、ここ行けばいいか。ここで確かチキンちゃんの羽でシールドして敵から身を守る技、ワンダーウィングを教えましょう。それはすごいや、つまり無敵ってこと。もちろん Z ボタンを押したままにして C 右を押します。 3D スティックで動き回ることもできます。この技には金の羽が必要です。金の羽は1の10枚までしか持てないんですね。はい、なんと無敵です。ありがとう、エネルギーが、あー、ありがたい。はい、このステージで覚えられる技は全部取りましたと。これね、タイミング見ればわかる、いけるけど、まあ、ね、これ無敵を使うと速くなる気がするっていう謎。取っちゃって、まあまあまんま行くことも可能ではありますが、まあおとなしく無敵を使ってね、行きます。この無敵使うとね、大概の場所はなんとかなるんですよ。無敵だからね、当然じゃ当然ですが。でも2では不思議なぐらい使われないんですよね、無敵。使うというか、使う場面が限られているというか、単純に存在感が薄いというか。確かここ潜った先に人情がね、いる。で、反対側、反対側にも同じようなのがあるはずだ。よいしょ、潜って、これでクランカーの中はだいたい OK だったかな。ちゃんと取って。よし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 。よし。したらどうしようかな。まあ一回水の中攻めていこうか、じゃあ。片っ端から穴入ってって、その先のものを回収していこう。怖いんだよな。ここの流れがまた怖い。水の中が怖い、水怖い、まあ、何が怖いって酸素の減りが一番怖いんですが、よいしょ、どっからが確か最高に長かった気がするんだよな。尋常、
しょ。オッケー。どうじゃ、どうだったかな。もうね、水の底にあるパイプの中に何があったかなっていうのを覚えてないっていうのもある。卵はいいや、卵スルーでいいや。音符とかだったら取らないといけないからな。これ何だったっけ、この筒なんだ。羽か、羽ならいいよ別に。あのパイプは、このパイプもな気になるけど、ちょっと視界が、羽なら、羽はいいよ。ちょっと一回上がろう。チキってもいい。チキンになってもいい。ちょうどチキンちゃんいるわけだし。いや、鶏じゃねえけど。カズイは鶏じゃないはず。どっちかというと七面鳥寄りだ。ターキー寄りだ。いや、七面鳥でもねえな。なんて言うんだろう。カズイは鳥で言うと何なんだろうな。あー、やっぱ音符あるな。音符は大事だ。配置までは覚えているわけもない。さあ、これで水の中 OK かな。水の中はまだ実際あるけど、とりあえずそこは大丈夫。そこは底面は大丈夫だ。よいしょ。じゃあ今度こっち側だな。こっち側は穴はほとんどなかった。だっけ、まあ、記憶の範疇でしか動けてないから何とも言えませんが、あの穴だな。レッツゴー、行くぞ、頑張れ。よーしょ、もうサクサク行きたいな。サクサク水の中もサクサク行きたいな。いやー、やばいな、深いな、長いな。お、いいね、ジグソジグソジグソ取って戻るのか、つらいな。頑張れ頑張れ。視界的に逆向きだから難しいけど、頑張れ頑張れ。ちょっとやばいぞ、エアーがやばい、酸素がやばいぞ、半分切るぞ。頑張れジグ、頑張れバンジョー、尋常って言いかけた。頑張れバンジョー、イエス。それじゃあ次は最後確かもう一個あそこだな。あそこに入ろう。あそことかがこことか抽象表現が多いけど、それしか言いようがない。緑の通路を通って、ここ何だったかな。おっと、曲の雰囲気が変わったな。我々はミューティースニピット、ジグソー欲しければ我々戦え。いいぜ、相手になっちゃう。かわいそうだな、かわいそうだな。ちょっと真面目に相手してやろうかな。お、来た来たよ。まだいる。はい、だが負けてしまった、ジグソー持っていけ。おーし、さあカズイダッシュの操作をしていると滑るってことが、滑るというか電脳データと滑るから。よいしょー、ラッタラッタタンタンタン、タラッタタンタン。これここ、こんだけだったかな。なんもないよな、と。まだヘニケーンも一個も取ってないんだけど。まあいいか、とりあえず次他の場所だな。あとどこにあったかな。まだ上の方全然見てないからな。ショックジャンプのとこ取ってないからな。届かないからな、まだ。どうだったかな、こことかさ、上あるよね、多分。あ
あったあったあった、よかったよかった、覚えててよかった。いやー、なんだろうな、まあ初見じゃない時点でこういうことはあるっていうか、どんどん趣旨がブレてる。これはね、サクサクを見せたかったんだと思う。今までの実況動画でグダグダ下手くそプレイが多かったから、今回この今までに何回もプレイしたことのあるバンジョーとカズミ大冒険を使ってサクサクプレイをお届けしたいなと思っていたのが最初の趣旨だったと思うんだ。いやー、揺れる天秤、まあまあ頑張ろう、まあ頑張ろう。なんかの洞窟だからね、しょうがないってのもあるよ、あると思うんだな。よいしょ、なは、じゃぼんして、あと上、上どっから行けたっけ、あの上にはどっから行けたっけか、あれか、じゃん、パパ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 パトーン、なはして、あいつに捕まる、よしよしよし、あ、落ちちゃう。あー、そしてどうだったかな、こっち側にあったよな確か、あるあるある、あると思う、あると思います。側から行けたっけか、全然覚えてないな、思いのほか覚えてない。ああ、ああ、なんだなんだなんだ、なるほどね、分かった。こっから上に登って、確かここにポーンってできる。決定。オッケー。ここ、これでここの神社全部オッケーだな。よし、そしてここも多分やっぱり。オッケー、いいね、ハニカムコンプリート。ライフが一つ増えます。したところでちょっと、あ、どうしようかな、もうちょっとだけやろう、もうちょっとだけ頑張ろう。ダダ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 ダ、よいしょ、そりゃここ取ってなかったな、ずっと忘れてた。8個、ここ地味に怖い、ここ地味でもなんでもなく怖いよ、落ち、落ちそう。トゥー、 OK で、あそこめがけて、ファイヤーファイヤー開けて、いいね、ほらあれせんべい、あと1個どこだったかな、あと1個どこだったっけ、全然覚えてないぞ。
クランカーの中にまだあったかな。だってまだ音符も足りてないからな。行ってないエリアが多分あるな。どこだったか忘れたけど、まあ、いいや。じゃあちょっと中途半端ですが、次回じゃあこの残りを埋めてから次のステージに行くという形にしたいと思います。それではありがとうございました。